現実パートの舞台となった恩師上野動物園の正面ゲートピンクレディと春休みは1979年3月17日公開の東映漫画祭りで上映されたアイドル短編映画 T&C ミュージック作品カラーシネマスコープ24分当時の人気アイドルであるピンクレディを主演とした作品で前年12月16日に 東方形で公開された一般映画、ピンクレディの活動を邪神に続く2作目にして最後の主演映画。しかしピンクレディ映画といっても、本来のピンクレディが登場するのは夢の中の歌のパートのみ、恩師上野動物園を舞台とした現実パートでは、ピンクレディの着ぐるみ人形が登場するという、ピンクレディ作品は元よりアイドル映画の中でも風変わりな作品。 2015年現在、映像ソフト化はされてない。なお、漫画祭りで上映されたヒティビー系短編映画は、1977年3月19日公開のジャイアンツの子供野球教室以来2年ぶり、アイドル映画に至っては、1974年7月25日公開のフィンガー5の大冒険以来5年ぶりだが、本作が事実上最後となった。 ミート系の着ぐるみ人形が上野動物園に現れ、動物たちと遊び始めた。歌や踊りが出てきて、皆は大喜びだ。やがて、皆は疲れて眠りにつく。夢の中では、ピンクレディーの舞台が始まり、皆が知ってる、ヒット曲が流れてきた。AB、キネマ順百758号182ページ。ありがとうございます。